しようの季節。東京都のラジオネームきなこさん、りにくんについていろいろ聞きたいです。福岡県のラジオネームゆりやさん、りにくんかわいいね、インスタで見たよ。ということでここで問題です。りにくんって誰でしょう。答えはだいたい7秒後。東京 FM からお送りしています、ジオンの季節。こんばんは、ジオンです。オープニングクイズ、にに君って誰でしょう。正解は、私が新しく飼い始めた猫ちゃんの名前です。もともと皆さん知ってますよね、レオン君ね。レオン君という猫ちゃんだけだったんですけど、レオン君に兄弟ができたんです。亀2匹と猫2匹ですよ。この子を飼い始めた理由は、もともとね、この番組でも言ったように妹が欲しかったんですね。レオンくんの妹が欲しかったんですけど、なんかなかなか妹が探せなくて、でもある日レオンくんが通ってる病院に、その獣医さんの患者さんの中で子供を、あの子猫たちを産んだ、あの猫ちゃんがいて、でたまたま見に行ったんですよ。なんか今日いますけど見ますみたいな感じで見たら本当に可愛くて、可愛いってなったんだけど、それでなんかその飼い主さんがこの猫ちゃんたちをどうすればいいか分かんないんです、まだなんか決めてなくて。そして私が言ったんですよ、じゃあ私もらっちゃっていいんですかみたいな。そしたらなんかちょっと考えさせてくださいみたいな感じになって、で結局もらったんですよ。そう、5匹生まれたんだけど、あの1匹がメスで4匹がオスだったんですよ。でその中の1人のオスがニニ君でした。であとその2匹は私の知り合いのところにいたんですけど、で新しい家族ができたんです。ニニ君はアメリカンショートヘアという種類で、今生後2ヶ月です。とっても愛らしい可愛らしい男の子なんですけど、レオン君とはちょっと違って、なんだろうな、ちょっと甘えん坊なんですよ。ちょっと懐いてくれてすっごく嬉しいんですけど、あと名前の由来は、ここで言います。22歳じゃないですか、私今年22歳になったんですけど、それでニニーになったの。22歳ニニーって、22歳に飼った猫ちゃんニニー、そうだからニニーになったんですよ。で、あの思ったよりレオン君と本当に仲良くしてくれて、本当にお母さんは嬉しいよ皆さん。そう、あとレオン君と毎晩走り回ってるんですよ。だから寝れません、本当寝れなくて、最近ちょっとそれで体調があんま良くないっていう、すっごいひどい話なんですけど、もう猫ちゃん中心に生きてる感じです最近は。でもとっても楽しい、毎日を過ごしております。お送りしている曲はテイラースイフトの22です。ニニだから22を選びましたよ。東京 FM からジオンがお送りしています、ジオンの季節。さあ4月は電話つなぎまくり月間です。今日はですね、大阪のラジオネームなおさん、19歳です。ジオンちゃんこんばんは。僕は去年の4月にスポーツ推薦で、大学に入学しました。でも怪我をしてしまってその大学は辞めてしまい、今年の4月にまた大学に入学しました。将来は中学の先生になって、自分のしていたスポーツを教える側になりたいと思っています。していたスポーツはハンドボールです。あー、怪我をしてしまって辞めちゃったんですね。とっても辛かったと思いますけど、頑張って乗り越えたんですね、すごいと思います。では電話がつながっているんで呼んでみましょう。なおさん、はい、こんばんは。こんばんは。今どこにいますか。今実家にいます。実家にいますか。はい。どうですか最近は、体調どう。はい、体調は大丈夫です。もメッセージありがとうございます。はい、
はい、すごく辛かった思いをしたと思いますけど、1年経ったんですよね。はい。ちなみにどこを怪我したんですか？僕はハンドボールのキーパーをやってて、はい、それで目にボールを当たってしまって、はい、それで失明寸前ぐらいまで行ってしまって。あら、そっか、はい、全部治りました？今は。いや、もう治ることはないって言われたんですけど、うん、でも普段生活してる分にはあまり支障がないので、はい、大丈夫は大丈夫なんですけど。ちょっとなおさん、深呼吸します。一回ちょっと緊張してますよね、はい、吸って吐いて、そうそうそう、ちょっと緊張してるね。はい。そう、今は大学に通ってる？いや、通信の大学なんですけど、うん、通信の大学って普通の大学は学校に毎日通って授業を受けるじゃないですか。はい。でも通信の大学は学校に通うことがないんですよ。うん、ああ、そうなんだ。ほとんどなんですよ。はいはい。それで送られてくる教科書なので、うん、自習をして、それでレポートを提出したりするのが授業の基本になるんです。うん、なるほど。はい。そっか。じゃあどう？今の気持ちは楽しい？そうですね。チアの季節はいつも聞いてますか？はい、聞いてます。本当ですか？ありがとうございます、はい、大阪から聞いてくれたんですね。はい。うん、そっか、せっかくですね、電話がつながってるんで、はい、何かこう聞きたいこととかあります？やりたいこととか何でも。この前の放送とか聞いてて思ったんですけど、はい、はい、せっかくなんでマジカルバナナがしたいなと思って、うん、あー、出た出た。どう、あれ面白かったですか？はい、やっぱりやりたいと思った？はい、はい、僕なら勝てるんじゃないかなと思ったと。おー、強いな。そう出るのか。はい。そっかそっか。じゃあちょっとマジカルバナナやる？はい、やりましょう。じゃあそれで元気になればいいね。はい、はい、じゃあまずはマジカルバナナのルールを説明したいと思います。はい。マジカルバナナはどう？友達とも一緒にやるとかそんなことある？いや、あまりない。ないんか。じゃあルールを説明します。はい。マジカルバナナという連想ゲームです。はい。バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったら梅干しみたいな、こういうなんかこう、はい、ね、何かがつながってる言葉をね、こう何とか、はい、何かを言ったら何とかってこれでしょっていうね、そういう答えをするんですけど、はい、5秒間空いたらアウトです。はい、5秒ですよ。はい。あと罰ゲームもあります。はい。どう、罰ゲームは自信ある？なんかこう負けたらどうする？僕がもしかったら、うん、モノマネが見れ、この前見れなかったので、ジオンちゃんのモノマネしてほしいです。じゃあ、ナオさんはなんかモノマネできるのあるの？はい、僕、練習してたんですけど、モノマネできないことが発覚して。本当？はい。あら。だから僕がもし負けたら、うん、なんか違う罰ゲームをジオンちゃんがその時の気分で言ってもらったやつを、うん、しようかなと思ってて。わかりました。じゃあちょっと、はい、一回やってみましょう。はい、やりましょう。どうなるかわからないけど、はい、あ、じゃあさ、バナナじゃなくて、はい、何からやる？ちょっと違うのにしよう。じゃあ、うん、大阪からで大丈夫ですか？大阪？はい。いいよ。はい。わかった。じゃあ、なおさんから言ってください。はい。じゃあ、行きます。はい。せーの。マジカル大阪じゃないの？違う、バナナからでいいか。いや、大阪でいいです。すいません。はい、行きます。はい。せーの。マジカル大阪。大阪と言ったら粉もん。粉もんと言ったら。え？粉もんと言ったら食べる。食べると言ったら串カツ。串カツと言ったらキャベツ。キャベツと言ったら緑。緑と言ったら野菜。野菜と言ったら人参。人参と言ったら嫌い。嫌いと言ったらピーマン。ピーマンと言ったら、クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんと言ったら野原しんのすけ。
野原しんのすけと言ったら誰それ誰だっけ、あのキャラクターだっけ。はい、主人公です。しんのすけ、あ、しんちゃんです。あ、お尻、お尻と言ったら桃に似てる。桃に、桃でいいよね。桃、はい、桃と言ったら甘い。甘いと言ったら練乳。練乳と言ったらいちご。いちごと言ったら赤い。赤いと言ったら、赤いと言ったらまた出た。赤いと言ったらハート。ハート。ハートと言ったら恋。恋と言ったらレオン。レオンと言ったら猫。猫と言ったら肉球。肉球と言ったら香ばしい匂い。え、何の匂い？香ばしい匂いです。香ばしい匂い？香ばしい匂い？香ばしい匂いと言ったら犬。犬もあるんじゃない？どう？犬もありにしますか？もうありに行きましょう。行こう。はい。犬と言ったら可愛い。可愛いと言ったら、可愛いと言ったら、可愛いと言ったら、おお。アウト、アウト。やったー。負けた。可愛いと言ったら何があるかな。レオンも使ったし、ニーニーがいたよ。あ、ちょっとニーニー。忘れられた、ニーニー。そんなことないよ。負けたよ。勝ちました。そう。負けた。わかった。私は認めます。負けました。はい。はい、罰ゲームはどうします？何でいきま、めいちゃん？めいちゃんいきましょう。めいちゃんね、なんかセリフ決めてもらってもいいじゃん。セリフ。そう。めいちゃんは、と、はい。めいちゃんの声で、うん。と、なおさん勉強頑張ってって言ってもらっていいですか？勉強頑張って。はい。めいちゃんの声ね。はい。ちょっと待って。はい。めいちゃん、めいちゃんなんだっけ？お姉ちゃん、ちょっと待って。なおさん、勉強頑張って。トウモロコシあげるから。お姉ちゃん、待って。どう？はい。ちょっと久しぶりだったから忘れちゃった。ああ久しぶりだったわ。ちょっともっと勉強してきます。 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。マジカルバナナはちょっと緊張するね。緊張しますね。そんな笑わなくていいでしょう。面白かったです。笑いすぎだから。すいません。楽しかったですね。はい、楽しかったです。よかった。はい、よかったです。はい。なおさん。はい。新しく、あの、大学ね、またスタートしたんですけど、はい。頑張ってくださいね。はい。ゆっくり焦らず、楽しんでください。はい、ありがとうございます。頑張ります。また、ジオの季節にメッセージとかも送ってくださいね。はい、いっぱい送ります。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お送りした曲はビヨンセのラブオンタップでした。あのちなみに香ばしい匂いって何の匂いだろうね。なんかちょっと分かんなかったけど、まあいいか。でも負けました。はい、負けました。はい、認めます。東京 FM からジオンがお送りしています。ジオンの季節、最後にお知らせです。あさって4月29日、お台場で開催される東京 FM の公開生放送スバルプレゼンツアクティブモーマント2に出演します。番組は午後3時から5時で、私の出演時間は3時台です。もちろん会場で自由に見ることができますので、ぜひ遊びに来てください。詳しくは東京 FM のトップページの PR 欄にある、東京 FMホリデースペシャルスバルプレゼンツアクティブモメンツのページをご覧ください。お台場で待ってます。
会場に来れない方はメッセージで参加してくださいね、プレゼントもありますよ。楽しみにしてください。そして皆さん、番組オリジナルグッズミラクルカラフルボールペン好評につき完売いたしました。皆さんありがとうございます。そしてメッセージです。愛媛県のラジオネームみーぱんさーさんからです。初めてのメッセージです。実はジオンのファン同士で結婚することになりました。すごい、すごくない、すごい。入籍は去年の12月にしたんですけど、結婚式は今年の9月にします。ジオンがきっかけで幸せになれました。夫婦になってもずっと応援していくね。わあ、結婚したんですね。どこで会ったんだろう。なんかのこう私のイベントとかで出会って会ったのかな。素晴らしくないですか。なんかすごい縁じゃないですかそれって。でも最近イベントとかで夫婦で来てくださる方もすごい多くて、なんか夫婦で応援してますとか家族みんなで応援しますとか、そういうの見たらね、本当になんか夫婦で趣味も一緒で好きなものが一緒ですごいいいなと思ったんですけど、これからも皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そして最後にこのメッセージです。熊本県のラジオネームサイオンジさんからです。こんばんは、ジオンピョン。自分が住む熊本が地震に見舞われました。被害もひどく立ち直れない人がいっぱいです。どうか地元熊本に頑張れる一言をお願いします。まずは西園寺さんからのメッセージね、本当にありがとうございます。毎日不安な日々があると思うんですけど、こうやってメッセージをくれて本当にありがとうございます。そして熊本の皆さん、ニュースで見て私もとっても驚いてますけど、私にできることがあったら全力で頑張りたいと思いますし、あと JY としても皆さんが元気になれる曲を作っていきたいと思ってます。熊本の皆さんが早く笑顔になることを祈ってます。皆さん頑張ってください。それでは今夜はボリビアを聴きながらお別れです。ではまた来週水曜日夜9時15分にお会いしましょう。ジオンでした。